イーズ、ハータ、マリカやっとけマリカやっとけ3兄弟おい、これでタス負けしたらどうすんだ。はい、来る。おいおい。おいおい。エンジン？俺はもう DL 行っちゃうでしょ。すげー。あはたさこ。ふざけてるな。あのさ、ふざけてるな。ボタン押しな、マジで。あの、俺の視点だけだったら申し訳ないんだけどさ、はい、今始まるとき結構はたさこずっと走ってなかった、右下で。あ、そうな。え、いや、なんかほら、なんだ、ロード中、ロードめっちゃ長かった、ね、今。あ、長かった、長かった。なんか落ちるんじゃねえかなと思って、すげえ不安だったんだけど、大丈夫か。あれ、はたさこなんだ。今日、今日ならプテさんですよね。確かに。そんな入る？そんな嫌でした？ニコニコクソボタンでしたね。さあ。ニンニクの目食いてー。ニンニクの目が一番目からな。ニンニクの目牛丼。ナイスナイスナイス。なおさん今ダウンロード20秒ぐらいしてませんでした？いや、してないあれしてたら人外だね。してない。メイヤ君がプテにしか見えなかった。あー、確かに。なんか、あ、こんなスキンやばいくらいプテだよ、それ。え、多分僕のスキンですよね。違うよ。え、シウメさんが作ってくれたやつでしょ。あったんだ、この高田村に。よいしょ。展望の先っぽ来た人誰？あれ？俺もね、誰か忘れたんですよね。誰だっけなと思って。誰だと思う？ナナコさんだ。あ、俺じゃないです。すいません。ナナコさんじゃない。なんか一瞬だけ足見えたんだよな。ダウンロードしてる、ダウンロードでアップロードしてるなんか足で。本当に足でした？足と足しか見えなかった。で、絶対死んだって思った。ちなみに僕ですよ。え？ああ、早く言ってくださいよ。はい、嘘でしょ。キノコの上の方とか、竹尾さん。え、だとしたらジンガになっちゃうよ、メイヤだとしたら。なんでですか？え、だって、え、だって、クドコクピットじゃねえや。展望からメイヤ出ててキッチン行って、もう一回。え、だから停電が起きたから、死体が起きてないと。はい、探しか。はい、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 はい。あ、それだったらまあ、普通だな、確かに。キッチンで、僕は。あのバーガー助けるときに高橋さんが左の下に行くの見えたんで、工藤さんと展望にいたのを見てるから、例えば工藤さんとすれ違ったとき切ってないかと思うので見に行ってます。いや、そうなんだよ。あのタイミング的にね、なんかそうなんだな。展望出てった人か展望に入るぐらいしか時間なかったから、行って帰ってきてんなって思った。まあでも殺せますよ、それだったら納得です。今の間合いだったら僕は確かに納得しました。僕も聞きたいことがあります。ネロちゃん、貨物脇ラウンジでトイレした後どうやって動きましたか？貨物脇トイレした後どう動きましたか？うん、ラウンジ配線した後にアーカイブ行って、はい、で、はたさこを眺めてましたけど、なんか文句ありますか？手洗わなかったの？手洗わなかったの？いや、なんかリフトの右から扉開けて出てきたんですよ、停電直る前。違うよ、扉開けて、直しに行こうとしたら直ったから出てきたんだよ。まあいいじゃないですか。まだ死んでないし。喧嘩すんなよ。誰も死んでないんだから。そうだよ。やっとさ、右下で旗底見つけられたからニコニコしてたら停電しちゃったから直しに行った。なんでそこを見てねえんだよ。
富士宮なんなんだよこれ、なんでこれできないの。うらイズハッタマリカやっとけネロマリカやっとけ三兄弟おい、これでタスク負けしたらどうすんだ、これでタスク負けしたらどうすんの。あら、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 見た人、キッチン脇なのは覚えてます。で右行ったかな、その後わかんないです。右ってことは席の方ってこと。でもじゅもう脇っすよ、脇結構長かったからね。今でも合わなかったな俺も。右には来てないから、シャワーメインには来てなかったと思う、うん、シャワーメインエレキか。今日停電明けにエレキに藤宮奈々子ネロがいて、僕はその後メインシャワーって言ってます。でメインで伊豆畑とすれ違ってます、うん。で、その時に、バイタルを見た時は誰も死んでなかった。ああ、なるほど。どのぐらいのタイミング？コミサボ後？あ、そっか、コミサボ。コミサボ後じゃない？ナナコさんがバイタル見に行くの。うん。あ、コミサボ後に、死んでないのを確認してるんだったら、タケオさんが無理だ。あ、タケオさん僕から確実に白出せます。うん、梅健さんからは白出せる。なんで白出せるんだろう。あ、もうずーっと。あ、違う違う、そうじゃなくて、梅健さんが竹雄さんに最後の白を出せるの。あ、そう、エレキでなんかずっと一緒にいて、メインエンジン間でもずっと一緒にいて、でその後上に行ってボタンを押してるから、押してるから。あ、そういうことか。そう、うん、キッチンから右に行ってるんだったら竹雄さん変われなさそう、はい、すいません、分からなかったんだけど、コミサボ中に死んでるの5じゃない？5に死んでる。コミサボ5に、バイタルを見たときは、誰も死んでなかったので。じゃあ俺か出勤ってことですね。でその後バイタルから俺はシャワーの下のパチコンタスクまで行けてるけれども、うん、うん、そこで今なって死んでるって状態なので、どうだろうね、何秒以内かな、15秒ぐらいかな。いや、そんなに経ってない、そんなにはないんじゃない。右っぽくないって感じですよね、基本。うん、キッチン脇が本当だったら右ではないと思うけど、左っぽくもないけど。いや、でもキッチン脇は右行ってるって話でしょ。そう、メインに上がるか診察に行くしかないと思うんだよね、うん、ルート的には。左も一番最初に右に行ってるってことは。え、プテさんと誰だったっけ、左から来たのは、コミの方から。あ、プテさんとメイヤじゃないですか。あ、じゃあメイヤと工藤さんです。うわあ、あれ、メイヤさんか。プテさんはアーカイブ方向でしょ。僕、最終位置はメイン女性です。あ、そうなんだ。女性の。間違いなくね、メインから仮にシャワー側来てたとしたら、俺か畑さこが絶対見てると思う。畑プテっていうより僕が見てるね。まあそうだよね。あ、ちなみに僕なんかシャワーメインエンジンと走っていって、うん、工藤丸さんとすれ違ったぐらいかな、確か。まあエレキだったらネロちゃんはできる。なんか、はい、エレキだったらね。うん。うん。いや。遊んでたこと一切話さなくて笑った。悪ガキのお互い口割らない絆みたい。入れるよね、停電。あら、大丸さんは初動エレキで見てます。セキュリティでカメラ見てた人誰ですか。藤宮で、畑迫がなんかボタン回りぐるってんのと、梅健さんが貨物上側に走っていくのと、プテハシがエンジン左に張り付いてんのを見てる。梅健さんが貨物上側に走っていく、多分梅健さんだったと思うけど。はい、貨物で停電直しました。
どっから行ったんですか、向けさん。プテさん、シャワーでタオル回収して、はい、この字のとこでプテさんが入ってきて、ん、あれ、プテさんでした。それ僕です、僕です。で、タオルタスクやって、アーカイブラウンジで行ってます。で、貨物下行って、貨物上上がったってこと？うん、覚えげを覚えて行きました。なるほど。さっきのやつ追加で話すんだけれども、七子さんがエンジン側から迷惑エンジンにいたでしょ、給油してたでしょ、エンジン側からエンジン、メイン、エレクトリカルって入ってるのね。で、ネロちゃんはシャワーの扉張り付きだったから、シャワー、メイン、エレクトリカルって入ってるのね。うん、2人ともバイタルでチェックして、で、その後、もう一回メイン登るまで来てるから、ほぼ確実に剣士が除染メインとかにいた可能性はもうゼロに近いなと思ってるのね。おう、うん、俺視点で。で、ただ工藤さんのキッチンから右側に行ってるんじゃないかっていう話をしているので、剣士、あ、それがまあ工藤さんが白だから事実になるでしょ、うん、ってなると剣士の下位置って大体セキュリティとかぐらいがリアリティ出るんじゃないかなと思うけど、うん、俺視点でネロちゃんできないっていうふうに俺は言えるのね。で、申し訳ないけど俺視点だとミヤちゃんが一番怪しいなっていうふうに今思っている。僕シェリフです。ああ、すいませんでした。じゃあ誰だ。え、もうずっとセキュリティにとどまることはないし、コミサボ中だから左に戻ってるが、あれでメイヤさんはできたんじゃない？いや、僕できない、僕できない。僕、コミュサボ直した後に竹尾さんとずっと一緒にいるから。コミュサボ直した後に、プテメイが一緒に扉開けて出てきたから。あ、プテメイじゃない、工藤メイヤです。ごめんなさい。僕のメイヤ、なんかさっきは。ごめんなさい、確認したいのが、なんか、メイタケ、梅は白取り合えるんですか？あ、僕から梅健さんの白は出せないです。僕から竹尾さんに白は出せます。うん、でも、竹尾メイヤを白取り合えると思う。あ、ミヤちゃん、これ白だったら、このキルもかなり詰められそうな。エレキだって藤宮は石油でアップロードしてからカメラ見てるから、まあタサコは厳しいかな、うん、ちなみに俺最後エレキ入って6番ぐらいまでいけてんの。7456ぐらいまでいけてるけど下はないですね。ボタン周り伊豆さんもいます。七子さんと他に梅健さんはできる位置だよね。梅健貨物で停電直してます。ネロちゃんもいた。俺ミーティング、うん、上で七子さんと重なってたよ。で、停電直しに行くこと最後降りちゃってるからミーティング見てできるとしたら俺。え？エレキぐらいにいるんじゃないの？七子さんはネロしよう。調子。ああ。え？はい。はい。初手キルって伊豆さんに白を出せる人います？いや、いないっていうか、なんか自視点でハタプテが厳しいと思っている、ナノコさん視点でネロちゃんが無理、メイタケが白取り合える、フジミヤさんシリフになった、僕視点も最高メケンさんなんかなと思います、うんうんうん、そうね、伊豆それでボタンを押しに行こうとしてました、うんうんうん、ライン考えなければってことね。そう、うん、で、クドマルさんのキルもフジミヤが確か貨物脇でエレキ診察って言った時にエレキでクドマルさんとすれ違っ、あ、エレキ石油って言ってエレキで合ってるから、まあ、エレキ降りてるミヤさんか貨物で停電直してるメケンさんが、そう、貨物で停電直してる主張で白になろうとしてるのはどういう主張なんですか？あ、白になろうとはしないです。僕は最終位置そこですっていう主張しかしてなくて。あ、そういうことね。うん、ちょっと一つ前の話なんですけど、ハタさん視点でプテさんって難しそうよね、うん、上の方に行ってるし、その後そ、ね、シェリフの藤宮がメインからシャワーの方に行ってるから多分無理だと思う、うん、そう、だからそこは数珠つなぎになってるね。藤宮さんから畑さんが無理で、畑さんからプテさんが無理って感じなんで、うんうん、無理とは言えないけどね、あっただけだから、うんうん、ああ、そっか、むずそうではある、うん、梅健さんが濃いのか俺視点ってなると。梅健さんってさっきの工藤丸さんの死体が出たターンの動きってもう一回お願いできますか？とメインはキー、シャワーのタオル集めで、この字でメイヤさんが、入ってきて、でタオルタスクを終えた後にアーカイブラウンジ、貨物、覚えゲー覚えて上に戻るとこで、手で直してる、はい、なるほど、まあ、初動だから。ただ俺一回女性に入っててるから、あ、でも無理か、そうだよな、結局例えばエレキの下の方とかあったら分かんない、あと診察も分かんないよ。うん、宮さんがシャワーメインエレキっていうことですよね。そう、シャワーで梅健さんと会って、でメインの除染をして終わってからエレキ降りて、7456っていう、今回真ん中が一方通行一通になってるから、そこ通った時点で終わり。だから勝ちタスクとか下は見れてないのと、診察も行けてない。ボタンで絶対無理なのか？
七子さんかな、俺目線は。七子さんと伊豆さんは僕しても無理。うんうん。ダサコも、まあ、ほじみやすいんで厳しい。まあ、僕に切るとも関われません。エレキから上に上がってる可能性もあるよね、でも。うん、ある。え、1キル目、七子さんからネロちゃんに対して白出てたけど、ネロちゃんからは出れる？いや、わかんない。あの、死人がないからさ。そうね。うん。仮にもし勝ちあつらっていう可能。うん。タスクは結構順調だけどね。でもさすがに次のターンで1キルぐらいは起きそうだから釣らないとな。あどうだ、わー、あら富士宮視点で俺に隠しろって出そうじゃない？相当厳しいと思いますだよね。うん、コミサボ直したのは七子さんがコミサボ直してマップして、確かに直してそう。コミサボの部屋の中に死体がない限りは七子さんしろっすね。七子さん視点で鬼行きは、まあ俺が鬼木がそのあっちの方、うんうん、展望デッキの方まで向かってるのを見送ったまま俺コミサボに行ってるから、うんうん、下側でキル起こしてた鬼木はデッキはいる位置だと、七子さんからマット否定が入って、今回ネロ7でなんかどっちか厳しそうっていうのを誰か出せます？俺はガンウキ。まあ七子さんは厳しいんでしょ、一応。畑さこの死人あります。コミサボ入ったタイミングでアーカイブで本助けやってる時に、下っていく畑さん見たんで、多分コミサボに直しに向かってるのかなと思ってます。まあ基本高田さんキルに関して奈良子さんのマット否定できるんだったら、ネロ7ラインが両インポスターしかないから、ここでどっちか片方白で置けるのであれば、僕の対抗はもう完全にずさんでいいかなっていう。あでもどうなんだろうな、うん、伊豆さんって2キル目は割れたんでしたっけ？畑さんから無理って言われてる。うんうん、ミーティング側か。そうそうそう。死んでる畑さんが伊豆ネロ七子さんか。を無理って言ってる。じゃあ、基本は梅剣さんになっちゃうかな。梅剣さん。まあ、七子もあるけど。うん、あいや、ネロ七の場合が、まあ、今回のキルがどうか。今回無理。うん、今回のキルは、僕はできますね。片方白が出ればその二郎が否定できるから、うんうん、伊豆さんの相方七子さんじゃなさそうっていうところ、メインエレキ付近でネロイズ7とかの方本的に七子さんがネロちゃんに白出してたから。メケンさんこのターンの動きは、僕はどこ脇だ、メイン脇ですね、はい、メイン脇でエレキ、セキュリティタスクアップロードでコミュ前まで行ってます。ああ、竹尾さんとキッチンで出会って誰か見てますそのメケンさん。いやわかんない、メイン脇は確かに正しい。うん、じゃあまあ基本畑迫キラー梅健さんかなと思ってます。畑迫キル、まあ僕が見てるんでメイン方向に行くのをシャワーメインとね。鬼木は白で起きた、まあ、でも竹尾さん、あマジか、竹尾さんから僕が席の方向から来てるのは見てくれてるはずだ。これロラできますか？僕ボタンないんで、まあ、これもちょっといきます。あ藤宮くんのシェルフにちょっと頑張ってもらうしかないか。これはいろいろ、おナイス、いろいろな人外勝つんじゃない、下手したらいけますこれ。だってなんかネロちゃんに白出たじゃん。確かにこれ絶対マットだと思ったんだけど、マットじゃない人からのネロちゃんへの白。ああ初手キルがネロちゃんなの？そう、でも初手キル梅健さんがやったことになってるからですね。ああじゃあダメ、僕っぽくなっちゃった、うん、厳しい。マットやっぱまだ全然ネロちゃんがね2キルの時ガンウキになっちゃってるからバケツやろうかも。マット、ああ初手切れて梅剣容疑者の、おいナイス藤宮さん視点キルクルどうやってした今のターン。今のターンはまあギリ開けたかなぐらいかな、うん、結局鬼木と奈良子さんはキルに関われそうなのかどうかだけ教えてほしいです。
が割れる。小さんも直してるから、竹尾さんしてね、七子さんが厳しいってことよね。いや、わかんない。あの、うん、小林さんの中にあのキルされた人間がいて、最後、直して出てきたんだったら、可能だけど、ちょっとしづらいかなとは思う。僕が来てることも多分わかってるから。うん。プテの死人ってあるんでしたっけ、うん、ない。ないのか。なんか、現状。まあ、梅健さんがインポスターやと僕自身はもう普通に思ってるんで、梅名のつながりはないと思ってるんですよ、基本的に。うん、で、ラインがあるとしたら基本的にネロ7やったと思うんで、梅健さんがインポスターやった時の相方位置、でも竹尾さんって言われるとそんなにしっくりこないんですよね、自分の中で。多分僕は、1キル目、2キル目ができなくて、さっき書かれないですよね。そう、あの、コミサボ治った後にしたいって言った時が、いや、唯一。できるかなぐらいですけどね。うん。シンプルにさっきはネノちゃんが置いてたんでしょ。うん。さっきのターンそう。あ、あと僕コミ様直してるんであったらインポスターです。うんうんうん。うん。だからもう梅竹ならなんか席あたりで見てもらってるって梅健さんがわざわざ竹尾さんの死人を出す必要がないかなと思っちゃったんで。いや僕はそのあのターン七子さんしか死人なかったような気がする。いやそれ言ってることもちょっとよく分かんなかった。それはそうだと思う。俺もウニキ。のみ見てたから、だからシンプル梅剣遊んでしまってたから、ネロちゃん、イズさんの2人釣れば終わりそうな気がするけど、まあまあ、こっちかかなと思う。どっちもいて、うん、で、俺、初手、タスクか休止かなと思ったけど、ワンチャンあるの。最後の2キロがあったターンだけ俺は関わるって感じかな。タスクが厳しい人って言いますか。俺、あと2個。終わってます。終わってます。そうだね。じゃあ、あと2個。いいかね。あと2個です。まあ、ネロイズだったらネロちゃんの方が怪しくは見えてますが、まあ、まあ、そうね。梅剣決め打ちに完全否定はできないから。梅剣決め打ちに行くんだったら絶対終わるかな。うん。タスクは1分半あったら絶対に終わる。うん。じゃあスキップします。はい。おお。タスクルート入った。遊んでたけどなんとか。いやー、パスクルートになりましたね。うん、ちょっと名屋さんには手さん変えてもらう。終わりました。いやいや、そうね。中盤でめっちゃシャバーで遊んでたからね、伊豆畑プテは。まずいんですよね。そうそう。マジ？頑張れ頑張れ。霊界。まあ、霊界だからさすがに終わると思うけど、うん。シャワーで手洗ってたんですよね、3人で。横並びで縦並びか。そうそう。あれマジで久しぶりに遊んだわ。ナイス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 。セリフ切り今の。セリフ切り。まあ相打ちの。セリフ切り。ナイスだね。ほら。そういうことか。もう完全に切る動きしてたから。そうそうそう。なるほど。さすが。初手切るどうだったんですか。テキラ石油で僕が高さに来てます。すいませんでした。危ない危ないよかった梅健さんが容疑者にいて、うん、そうね、確かに初手キルで梅健さんが入ってます。どうやって切った。あ、そうなのね。奈良子さんが右行って俺が左行って石油で高田さん切ってそのまま目に上がってたから、はあ、すいません。なんか詰められたら負けそうだった。高田さんってじゃあ初手キッチン分けでずっと石油行ったんですか。アップロードテープタスク、うん、カメラちょっと見たぐらいってネロちゃんがちょうど来て死んだ。ああそうなんだ。メイヤさん好き。やばそれ。